ということで、今からですねコアロンの特大反省会始めます。じゃあちょっと目の前にあの岩田サポーターの子がいるのでちょっとインタビューしてみたいと思います、はい、顔大丈夫ですか？顔、お顔大丈夫ですか？はいはい、いいですよ。じゃあちょっとあなた映らないでちょっと気をつけて、じゃあちょっとこちらに来てもらって、はい、こんにちは。やれて負けたかもしれないと、でもそういう気持ちもあったってことかな。そういう格好してたってことだよね、うん。で、東京の印象はどうだった？ IFC 東京の印象、ちょやれて負けたかもしれないと、でもそういう気持ちもあったってことかな。そういう格好この選手のこういうプレーちょっとすごい良かったなとか、もう次絶対勝てるはずだから頑張れとか、そういうあるかな、FC 東京に対して。セットプレーなんかすごいなんか、うんうん、カーブ、ボールがカーブしてて、カーブすごかったね、太田浩介選手、うん、なんか、うん、まあ東京はやっぱセットプレーなんか、うんうん、武器なのかなと思って。セットプレー以外はちょっと危険な状況ってことかな、うん、それは。逆に言えばもうちょっとサイドバックをうまく使えるといいな。サイドバックとかうまく使えるといいかなって、うん。サイドバックをうまく使えるとより良くなりそうかなって感じか。なんか注目した選手はいますか、FC 東京の中で。うん、やっぱなんか、うん、ディエゴ。ねえ。そうだね、やっぱディエゴ・リベラかな。フォワードだもんで、うん、やっぱそう、やっぱ東京は注目かなと思うけど。ディエゴね、うん、ちょっとやっぱりディエゴ・オリベイラさん後ろに下がって受けるシーン多すぎてね、うん、ディエゴがちょっとシュートまで持ってきてなかなかだったのはちょっと残念ちゃ残念だよね。あ、まあでも後半イエロー時だったけどね、うん、ディエゴ、うん、あ、イエロー出たね。あそこでも止めなきゃ危なかったと思うから、そこはディエゴにありがとうって俺もからも伝えとくね。でジュビロのじゃあちょっと今シーズン次の試合に向けて何か一言ありますか？やっぱ相手広島だで高橋だから、うん、広島を倒せれば岩田が今度高橋になるかなと。おー、いい、さ、素晴らしい分析。今日広島はどうなの？今日勝ってますよ。あ、広島勝った、鹿島に勝ってる。宇野ゼロで勝っ、宇野ゼロで、宇野ゼロで勝ってる。あの鹿島に宇野ゼロで勝つと、素晴らしい。じゃあこれもその本当に今好調の広島さんを倒せればより岩田も勢いに乗れるっていうことはね。うん、多分そうだと思う。ありがとう。じゃあ今シーズン一番岩田で活躍を期待してるのは誰かな？やっぱ、うん、誰？中村俊輔と川俣のコンビでなんか、うん、いっぱい得点を取ってる、ね、そしてあのデジッチコンビね。いっぱい得点取ってほしいと。ありがとうございました。ありがとう。ぜひまた愛情元スタジオに来てください。ありがとうございます。さという状況です。またアダ・ユートン選手にやられてしまいました。2年連続で、まあ、今ですね、岩田行きのバスの方を待っておりまして、ちょっと最終バスということなのでかなり、時間の方がなので、そちらのバスが来るまで生放送、あ、お疲れでした、気をつけて。そういった状況です。あなたからの一言あるんですか？いつもの今日の社員ポンピーズアイの方、ポンピーガンをお願いします。前に離れてしまって、いや聞いてないです、それについては。何ですかその情報。試合前に鼻血が出ちゃったっていうの、試合中の状況に。は？いや鼻血の状況じゃねえ。試合の概況を教えてください。バックスタンド見られたと思うんで、やっぱ俊輔選手はさすがだなと思いました、ね、はい、クロスとか、はい、サイズチェンジも含めてですね。田口選手、はい、良かったと思います。田口選手が良かったということですね、はい、はい。逆に FC 東京に関してはちょっと印象も一言もらっていいですか？まあ、あなたももう川崎サポーターにも関わらず長年 FC 東京も見るという形になっていると思うので、ちょっと一言今日の試合いただいていいですか？怖いです。怖いってなんだよ。そう言うのも怖いほどのことを思ってしまっているとですか？今後は怖いですおかしいでしょ。去年の試合からずっと今後は怖いって言い始めてますけど、怖いです。奇跡、それは変わってないってことですか？はい、怖い状況の方は
いやちょっともうこれ夕食は浜松になるんですか。これは浜松のどこかで食べて帰ります。去年ゴミ発賃だったんで今年はゴミ発賃のところもありえますね。なおすすめとありますか。なんか浜松で言いますと、浜松駅前ですか。はい、駅そうですね、駅周辺で言うと、値段考えないと、はい、うなぎとかなんですけど、あ、そうですよね、うなぎは高いんで。そうですね、あ、そうか、爽やかはちょっと車ないとなかなかね、あ、そうですね、きついですよね。爽やかはね、ちょっとね、きついんでね、はい、うん、あとは、あの浜松の多分、はい、その駅ビルの上の、はいはいはい、あのゴミ鉢の、あ、あるところですね、はい、トロロの専門店があるんで、なるほど、うん、そこも美味しいと思います。 ありがとうございます、情報ありがとうございます。粘り強さは足りないよ、ね、はそういう安易揶揄ってことだったんですか、はい、今のは、はい、東京にはそれ粘り強さが足りないというご意見、貴重なご意見という、つらっちゃいますね。なるほど。今先ほどのお子さんの、あのお父さんの方が情報をいただいてます。ありがとうございます。そっか、浦和さんも長崎さんと引き分けだったんですね、はい、どういう一体試合だったんでしょうか、そちらは。いやだ、自分たちを振り返るのは怖いんで、一旦他周りから振り返っていきます、今節。自分のことから反省した方がいいと思います。何かありました今日は。かなりいい。それは動画で出してたんですか。なんでだよ、自分のことからって。いや、自分のなんか行いを…なんでだよ。自分の行いを反省するとこから始めませんか、まずは。始めませんかってなんだよ。チームの今日は結構いい行いもありましたよ、コアロンは。結構皆さん笑顔を届けてましたけど、はい、非常に紳士的な対応で皆さんに笑顔を届けていました。全く遅刻もしていません。じゃあ、あの、はい、気候については、気候ってなんだよ。いや、だから意味わかんない。また同じ過ちを犯しましたけど、それに関しては本当にちょっと心配、検査の必要があるかもしれないです。はい、いやいや、うーん、ダゾーン出て映ってたんですか。ダゾーン映ってたんでしょうか。ダゾーン情報お願いします。ダゾーン映るために応援しに行ってんじゃねえだろ。抜かれるために。違うだろ、それおかしいでしょ。東京の勝利を信じて応援するために行ってますんで、やめてください、そういう言い方は。はい、誤った言い方は。やっぱり、あのね、新しい監督になったら、やっぱりまず5試合ぐらいは我慢していかないと。たった5試合なんですね。で、まずは5試合見ましょうってことです、第1フェーズとして。第1フェーズ、はい。いや、だからその1試合、2試合、3試合でこれやれ、もう解任とかそういう話はおかしいでしょって。いや、残り2試合ってことですね。いや、ちげえよ、ほんと、捉え方が本当に。第1フェーズは残り2試合だ。第1フェーズはそうなります。だから6試合目から第2フェーズ始まりますんで。どう考えてだ、まずはもう、いやだ、本当に FC 東京もマイナスの状態から始まってるんで、昨年、いや、そうですよ。諦める習慣を直すっていう、そういうチームですよ。まずそこから直しましょうっていう。あなたのとかありますけど、私はもう絶対に一つの目標に向かって何があると突き進む。全然違う。自分を信じてれば勝利をついてくるタイプです。いや、勝利したことないです。おい、フロンターレの試合は、フロンターレの勝利について何かありますか。いや、試合は、ね、はい、ホーム初勝利なんで、まあ良かったです。ちゃんとホームで勝って。おい、何ですか。ちょっとガンバさんも厳しい状況ですよね。いや、そこ心配してる。だから30日が心配なんです。危険な試合になりそうで怖いんです。ちょっと危険なチーム同士ね、対決な、そんなことないよね。まだあくまで3試合過ぎただけなので、はい、サポーターも信じて応援しましょうよ。イバルボ選手、そうか、今日から試合で出てたんだ。いや、結構もうトトはかなり差がついてます。トトの話は忘れます、一旦。うん、トトじゃ、まずチームが勝つことが、あの、第一優先なんで。
トトの、いや、トトはだから結果論として勝ちます。結果論として結果も負けてます、ね、違う違う違います。あなたは今日一試合もってないんだよ多分。は今日当てって、これから札幌さん当てんだよ。札幌当てなかった。帰りはちょっともう、新幹線ダゾーン見ながら帰ります。そうか、マリノスさんも今日負けられてしまったのか。トスだからあなたイバルボでしょ。イバルボがいいんじゃないかっていう、いい分かった、その俺がすごい当ててるみたいな言い方も分かるけど、今日ブーイングは出てないですよ。やっぱり次、今この新しく監督変わったタイミングでここでブーイングしてもしょうがないよ。選手も新しいやろうとしてこうね取り組んでるところでブーイングじゃするんじゃなくて、俺たちついてるから次は勝とうよって、そういう鼓舞することが必要ですよね。はい、岩田さんもやっぱり七海監督最初に慣れた時苦しい時期あったわけですよ。そこから積み重ね積み重ねて今があるわけですよね。うん、そうまだ始まった、そういいいいね、ありがとう。そういうことなんだよ。七海監督よく言ってるけど、はいはい、俺たちはゴールキーパーにゴールを決められたチームだと、はい、G2 の、はい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 、入れ替えするんですね、昇格のプレーオフで、はい、山それぐらいに悪かったチーム、はい、そっから登っていかなきゃいけなかったんだよ、はい、よくそうやって言ってるんで、そこの原点をまず忘れるなってことですよね。 そこから這い上がってる。だ吉井東京もそこは去年のあの状況からいきましょう。あの諦める習慣をやめましょうって、そういうところから始めてるんですよ吉井東京。チームが一旦バラバラになってしまったんです。わかりますか私の言いたいことは。説得力じゃない。すぐ諦めなかった。私もだからそのいじめられたりした経験のゼロから積み上がって今の自分がいるんです。中学1年生でいじめの話が出るんですよ。そうかね、いやこういう時結構使いやすいんでいじめの話は。いじめビジネスです。ビジネスいじめ。全然いいよ。はい、あ川辺選手を怪我されてしまったんですか。っていう今お話は広島の出てますね。あそうか、マリノスはブマル選手と、大津選手がここから出てくるっていうことですね。テリタマ、テリタマってなんだっけ。テリタマ、あれあの桜エビのあれなんて名前だっけ。ニコタマ、おこたまおこたまですね。今はですね、ヤマハスタジアム近くで岩田駅行きのバスを待っているという状況。どうぞ。ちょっと花粉症はちょっとやばいですね。ちょっと身長高いんで人よりも多くの花粉を受け止めたかもしれないです。もしかしたら東京のゴールランの中で一番花粉を受け止めてしまったかもしれないです。かなり危険な、目が危険なこういう状況です。爽やかちょっとね、車じゃないと厳しいんで浜松駅で、まあでもゴミハッチ美味しかったからな、食べたいな。またゴミハッチでもいいですよね。はい、餃子とかあとつけ麺とかも結構本当美味しくて、ね、いいんですよね。今日、まあ、ゴミハッチと同じフロアにさっき言った粘りトロレですよね。そちらも気になりますね、非常に。好きな方もありがとうございます。俺たちかしはずるずるいっちゃうよ。なんて言ったんだよ。ずるずるゴミハッチンってなんでそれですか。ずるずる何。ああじゃあね、じゃあトロロでいいんですね。ごめんなさい、すみません、すみません。花粉対策は結構してるんですよ。これまず毎日あの朝晩フェキソナフェジンの方を飲みまして、でかつ点鼻薬、点眼薬、これも常備、あの適宜要所要所でさしてます。かつ鼻の方にはですね、コアロンが普段使っているあのバー油、馬の油の方も、はい、ブロックとして塗ってるんで結構万全はずなんです。今日はですね、それを上回る花粉が飛散していたという情報が入っています。
で特にですね、まあ、ずっと今日は外にいたのでまた応援してる時かなりの花粉もしかしたら体に吸引してしまった可能性あると。地域花粉がすごい多い地域らしいので。あ、そうなんですか。ちょっと感じ、ね、全国的にも花粉が多い感じてました。ちょっとそれはいいことなんですけどね。で研究部の看護行って、うん、あ、そうなんだ。なるほどね。7時から札幌清水、これはもうちょっと帰りの新幹線でダゾーンで見たいと思います。ドラフト動画は次回作にポンピー先生の次回作にご期待くださいっていう、もうジャンプ週刊少年ジャンプ状態になってますけど次回は大体見通しは当たってますでしょうか。期待してやめてください。ハンターハンターみたいな言い方で逃げるの救済しないでください。いやもう竹下選手、まあちょっと今日はね言い方完全囲まれたところでボール受けるところしかなかったから、まあちょっとね今日竹下選手がうんぬんっていうのは、徳之島の動画も、一旦ちょっと期待してくださいというところだけお伝えします。まず1万人の質問コーナーの先ほど、はい、1万コーラに聞きたい100のことですか。それは今度生放送でやりましょうか。じゃあ何でも答えるってことですか。違う国際交流は一応3月中にはということですね。おいそれを主催者にも伝えてますけど、こちら窓口が詰められることになるんで結果としてはい、いやそういう仕事ってなんだよ。どうそうです、顧客の最前線に立ってコミュニケーションを取るのは営業マンと営業マンの前線で潰れる仕事ってなんだよ。どうそうだ、だ聞いた89分消えてて1分で仕事する営業なんです。俺はそういう仕事の仕方です。私は89分消えてて1分で仕事するタイプなんで、ただ仕事できない人じゃあ効率が非常にいいということです。はい、イーバルボ、イーバルボ、イーバルボ。ブン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 。ちょっとごめんなさい、他の試合はまだハイライトとか含め見れてないのでちょっと語れません。見たら語るよ、すごい勢いで見たら語っちゃうからね。あ、これ一応もうこれだけ人数がいるんでどんどん回ってるんですね。なるほどなるほど、ありがたいですね、うん、あの最後尾まで全員乗れるようになって、素晴らしい、本当にインフラ整えていただいてありがとうございます嬉しいです、うん、ここは電車があったのがいいかなと思うんですけどね、はい、この近くにね、語りラップ語りラップギミズ岩田さんのでも応援もいや非常に素晴らしかったですね。東京ゴーラーの方から見ても、あ、岩田レッツゴーいいですね。ああそうですか、あれかっこいいチャンスですね、はい、素晴らしいです。でも東京のちゃんともすごい聞こえてますね。いや本当に嬉しいです、うん、はい、まあ、嬉しいです。別に僕がなんかしてるわけではないですけど、はい、コパロンが言ってるちゃんと結構聞こえて笑っちゃったけど、うん、悔しいね。内側に、はい、内側、はい、ちょっとバスの案内人が可愛かったんでちょっと目線が行ってしまいました。いや山形スタジアムぜひ皆さん来てみた方がいいです。本当に空気もやっぱ美味しいですし、よくいやいや空気美味しいよね。まずそこ、自然え？まずそこなんですね。まあ、まずだ空気からです。まずはい。ヤマハスタジアムでまず空気なんです、ね。まず空気が美味しいなんですよ、ね。いやでもサッカー、じゃあ空気なかったらサッカーもできないだろ。その前提としてだよ。前提としてだろ。あとやっぱ見やすいですね。うん、本当にヤマハスタジアムは。
ゴール裏から見てもやっぱすごいもう全体をこう見渡せますし、でも近いピッチとすごいこう見やすい。それは、うん、ちょっとねピッチから若干遠いですからね、どうしても、まあ、総合競技場なんで、ね、そうなんです、総合障害面もあるんですけど、やっぱり素晴らしかったです。日産よりはでも全然味方の方がいいです。日産は確かにちょっと遠めですね、どちらかというと。山川さんぜひ行ってみてくださいよ。あの食事もすごい美味しいですし、やっぱ何よりねやっぱりあの岩田サポーターの皆さんがやっぱ非常に温かいというところは本当に素晴らしいです。ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。じゃあちょっとそろそろバスに乗りますので、これで今日の反省会を終えたいと思います。この後帰郷します。飯食って帰郷します。さよなら。じゃあ最後映る、はい、バイバイって、バイローン、バイローン、バイローン。